犬になるには、良い日は、男性にキスすると、犬に変身する呪いをかけられた女性、パク・ギュヨンの物語です。呪いを解くことができるのはチン・ソーン・ウヌだけだ。この映画のスタッフは、多くのメディアで宣伝を始めています。その中でじゃ、ウヌとパク・ギュヨンのビハインド映像が公開された。映像にはウヌとギュヨンが、粘菓子を使って、親密なシーンを撮影している瞬間がある。動画には、粘菓子を持った手を高く上げているウヌの姿が映っている。ギュヨンは、一生懸命粘菓子を取ろうとしているようだった。二人は見つめ合い、ウヌの片方の手でギュヨンの腰をつかみ、美しい女優が、粘菓子を取りに行こうとして転ばないようにした。興味深いことに、親密なシーンを撮影した後、ウヌはすぐにとても恥ずかしそうに見えました。アイドル俳優が手を振る姿が見られ、ギュヨンは、笑いながらそれを見た。どうすればいいですか？所長にウヌは恥ずかしそうに尋ねた。一方、犬になるには、良い日は、男性にキスすると犬に変わってしまう呪いをかけられた女性の物語。しかし、呪いを解くことができるのは、犬を恐れる唯一の人です。犬になるには良い日で、ギュヨンは、外見は、完璧な韓国語教師犯、ケナを演じる。しかし、実は、彼女には、家族に代々伝わる呪いがあった。彼女は、男性にキスすると犬に変わってしまいます。一方、ウヌは思い出せない過去ので、出来事のせいでの怖がる中学校の数学教師、ソーン役を演じる。ヘナの呪いを解けるの別れだけだ。一方、犬になるには、良い日は、10月11日から、MBC と OTOTOP ストリーミング力で放送される。気になる方はぜひご覧ください。